I'm not afraid to die.
ということで、
で今日はつなぐつながる2023のイベントで、こうやってね、旭川には本当に素敵な女性がたくさんいるんだなって改めて思うことができて、本当に貴重なことができたなって思ってるんですけど、はい、まあ、そんな中で私たちみんな女の子なのでね、今日はぬわべんのメンバー何人かに、もしアイドルになってなかったら何になってましたか、はい。